こっちの方が簡単じゃないかな。今度は下がるときに上がるの、下がるときに。で、この位置で前に出て、下がるときに上がる。こっちの方が多分簡単です。そう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 。今度は下がるときに上がる。下がるときに上がる。前を向けば向こうにね、つま先が、つま先が。そうそうそう。なんか老人がよぼよぼ歩いてる感じになってるぞ。あれみんなそう、向こう向くんだよ、横の方、横に構えて。そうそうそう、そうそうそう、そうそうそう。下がるときに上がる、そう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 。大丈夫、元ボクサーボクサー、高校も大学もボクシングやってたんで、はい、これ得意ですよ、これね。どうなんでしょう、縄跳びと同じ。どうなんでしょう、ワークと。こっちの方が簡単ですか。もう一回余裕のある人はしっかり構えて腰を出して。そうそうそう、前後にした、前後にステップして下がるときに上がる、下がるときに上がる。なんかだんだん崩れてきた。運動は慣れてるから。ただもう死にそうになってる。2回やった。じゃあ今度向こう向きで、向こう向きで開いてもらって。スタートに上がって。同じ姿勢前に上がっていって、そうそうそう。軽やかだ、軽やかな人とそうじゃない人。どこか言えよ、誠に邪魔だから。あさこさん、何それ。死んじゃうんだよ。逆転を、あの動画に載せた方が。動画売り出したら、マガジンもものすごい売れるかもしれません。DVD 付きね。そうそうそう、それいいじゃないですか、それいいから。DVD 付き、 DVD 付きで。だんだん良くなる人もいるね。これは上みたいに動けるようになるって。一人だけ違う人で、珍しい。珍しい。そう、多分あれ受け狙いでやってないんだよね。と思いますよ、きっと真面目な人。一生懸命やってるんだよね。一生懸命やってると思いますけど、ちょっと珍しいぐらい。珍しい。逆だよね、そうだよね。健太郎君は軽やかね。今度ね、一番最初に向かってワンツーパンチを、下がって蹴るときにワンツー、蹴るときにワンツー。でもだから、
っかりこう、こしれて打てるようにして、はい、このすればこう、なりやすいんだけど、しっかり打って、しっかり打って、床を蹴って腰折れて、こそーす。こう。手と足合わせないと床を蹴れない。手と足合わせ、うん、ステップと手が合ってないと難しいでしょ。しっかり強くないと床蹴れない。肩腰がしっかり入ってる人が、そうそう、うん、ちょっとおかしくなった。これ、ちょっと違うもん。遠藤もおかしいでしょ。腰が入ってないでしょ。あ、先に出した。よくスラシー見たらわかるんですよ。腰が入ってない。スラシーは。これは1回で、向こうで、向こう向き、パンツ。待って待って、向こう向きで触ってた、うん、出た時にさ、ステップがつく前に打とうとすると腰が入んない。足をつけて打たないと腰が入んない。後ろ足から下がって、後ろ足から下がって、下がるときは後ろ足から、出るときは前足から、これがポイントね。下がるときは後ろ足から、出るときは前足から。上がったとき、上がって、出て上がったときにワンツー。おかしくなってきた。おかしくなってきた。分かりました。多分次の方が簡単だと思う。こっちで今度さ、こっちで触すと、今度は下がってるに上がって、この位置でワンツー使う。で上がってこの位置でワンツー。この位置でしっかり浮かんでる。こう。前後に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 動いて前後に成田先生怒っとる中も、はい、右からね、右からワンツー、右からワンツー、右、うん、そうそう、右左、そうそうそう、右左、前に出た時にあれワンツー、こっちの方が苦手かな。自分が一番うまいから、出た時にワンツー、出た時にワンツー、ワンツー、ワンツー。次分かるでしょ。左足を前にして、その時にワンツー、ワンツー、ワンツThank you.
ね、手と足が合わないって難しいですよね、スケート。例えば平地でできない人がいるんですよ。平地でできないとこれもっと難しい。この平地でこう、そうですね。3次元になりますからね。2次元に対して3次元の動きが。そうですね。平地でやったことない人は。もう終盤です。4通りやったパンチ。ちょっと4通りやったよね。じゃあ今度は尻だな。今度ロープ。ちょっと難しい。ちょっと難しい。踏み込んで。合わせて出たときに。ここ。バランス崩さないです。インステップしたときに上がる。インステップしたときに上がってローキック。一回後ろに下がって、一回後ろに下がって、そう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 。一回後ろに下がって、そうそう。一回そのマスで下がって、そう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 。そう。上がるときに蹴りながら上がるって言って、蹴りながら上がる。そのマスで一回下がって。蹴りながら、そのまま下がって、操作蹴りながら下がって、蹴りながら上がる。そのまま下がって、蹴りながら、そのまま下がって、蹴りながら、だんだんみんな話し声がなくなってくる。じゃあ次分からないね。向こう向いて下がる。このマスで下がって蹴るときに ステップバックからインステップした時に蹴って上に上がる。ステップバックインステップ、ステップバックインステップ、ステップバックインステップ、ステップバックインステップ。インステップの時にローキックと上げる。バックインステップ。ステップ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 バックインステップ。そうそうそう。ステップバックね。そう、ステップバック。そうだ。さっきこうやったから、この子。ここで上がって、ここでローキック。
笑顔がなくなりました、チーム。大丈夫ですか。誰ですか。40歳のこと大丈夫ですか。大丈夫、全然大丈夫です。こっからです。じゃあもう家分かるか。時間なくなったんで、あと2種目で終わります。コロナ反対はやらないで、最初の、一番最初のやつ、この時にきついやつ、上がるやつ、これと反対で終わる。上がる時に前でいいですか。一番最初のやつです。上がる時、上がる時、上がる時にワンツー。そうそうそう、難しいよ。あと2つで終わり、あと2つで終わり。ワンツーロー、ワンツーロー、ワンツーロー。さあ疲れたけど、パンチも蹴りもしっかりしてる人は誰かな。ワンツーロー、上がった時にワンツーロー、上がった時にワンツーロー、上がった時にワンツーロー、ワンツー。